エムレ・ベロゾールはトルコイスタンブール出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。元サッカー選手であった父メフメトに連れられ、ゼーティンブルヌスポルに加入する。母親は夫がサッカー選手として体制できなかったことを間近で見ていたこともあり、息子をサッカー選手にしたいとは考えていなかったが、 左足から繰り出す素晴らしいテクニックは、ゼーティンブルヌスポルのサポーターを魅了した。当時のコーチはその才能を見抜き、その後4年間で、基礎技術やフィジカル面など、あらゆる特別な練習を課した。当時のガラタサライ SK の監督であった、ファティテリムの友人であり、同じく元選手のビュレント、ウンデルに才能を見出され、ガラタサライ加入時には、2年もあればこの若者は、 ヨーロッパの舞台で活躍するようになっているに違いない、とコメントを残している。1996年に、ガラタサライ SK で、当時16歳でデビューを果たし、プロキャリアをスタート。1999から0 0シーズンには、リーグカップ UEFA カップのトレブルを経験。ガラタサライを退団する21歳までに、国内リーグ4回、国内カップ2回、 UEFA カップ、UEFA スーパーカップ各1回の計8回のタイトルを獲得した。UEFA チャンピオンズリーグベスト8にも進出するなど若くして名声を得た一方で、その攻撃的な振る舞いから批判を浴びることも少なくなかった。AC ミラン、レアルマドリードなどのビッグクラブからの誘いがあった中、2001から02シーズンより、 セリエ A の FC インテルナチオナーレミラノへ、フリートランスファーで同僚のオカンブルクと共に加入。移籍初年度は14試合の出場だったが、その才能は早くも認められた。2002FIFA ワールドカップでの活躍を受けた2002から03、シーズンは大きく飛躍し、レジスタのレギュラーポジションをつかむ。チームにとって、 不可欠な選手へと成長し、シーズン終了後にはサポーターから、シーズンの MVP に選出された。このシーズン、0から3から3点差を追いついた SS ラツ予選で、上げた2ゴールは、インテリスタの語り草となっている。2003から04シーズンは主に左サイドハーフや、ボランチとして、出場機会を得るも、故障の影響もあり、前年ほどのインパクトは残せなかった。 2004から05シーズンより、ロベルト・マンチーニ監督が就任。シーズン序盤から度重なる故障に苦しんだ上に、マンチーニの戦術的移行や、ポジション争いの激化により、出場機会が減少した。入滑する時代前年のシーズン終了前から、マンチーニとの関係悪化もあり、移籍は確実視され、インテルのライバルクラブである、AC ミランをはじめ、 マンチェスター・ユナイテッド FC、アーセナル FC、エバートン FC などのクラブがオファーしたと言われる中、プレミアリーグの入荷するユナイテッド FC へ移籍。ガラタサライのユース時代にトップチームの監督を務めていたグレアム・スーネスが率いるクラブへ移籍金380万ポンドで、加入し5年契約を締結した。加入1年目の序盤は、デビュー直後に肉離れで、 戦線離脱した影響もあり、環境に馴染めず苦戦したが、最大のライバルである、サンダーランド AFC 戦で、直接、フリーキックでのゴールを挙げたことを、はじめに20試合に出場し2得点を挙げた。翌年もチームの司令塔として、ポジションを獲得したが、このシーズンも怪我が重なり出場試合数は24試合に、止まった。2007から08シーズンは、 サム・アラダイス監督の中盤を省略し、ロングボールを多用する戦術の都合で、出場機会が減少し、ケビン・キーガン監督が就任した1月以降は不詳の影響で、ほとんど出場できなかった。入滑する時代のプレーを振り返ると、時折高度な技術も見せたものの、チームの不調もあり、本来のパフォーマンスを見せたとは言いがたかった。2008から09シーズンからは、 母国の競合フェネルバフチェ SK への移籍が決定した。古巣、ガラタサライ SK の最大のライバルであるため、両クラブのサポーターの間で物議を醸した。シーズン序盤は、左右両サイドのアタッカーとして、中盤以降は、ボランチの一角として25試合に出場した。しかし序盤は、負傷を繰り返すなど、なかなか体調が整わず、クラブもリーグ4位に終わった。 2009から10シーズンはセンターハーフとして前年よりも攻撃への積極参加を見せた。またこのシーズンより副キャプテンに就任し、アレックス欠場時はキャプテンを務めるようになった。このシーズンは前年や入滑する時代に比べるとコンディションが改善し、シーズン終了後にスユペルリーグ最優秀選手に選出される。2010から11シーズンは センターハーフの一角として移籍後最多となる27試合に出場し、クラブのリーグ優勝に貢献。翌シーズンは、負傷により序盤は出遅れたものの、フェネルバフチェ移籍後最多の6ゴールを記録した。2012年夏にフェネルバフチェとの契約が満了し、アトレティコマドリードと2年契約を締結した。主に UEFA ヨーロッパリーグで、 先発出場の機会があったものの、リーグ戦では満足な出場機会が得られず、半年でスペインを去る。2013年1月31日、フェネルバフチェへの復帰が決定した。移籍金は35万ユーロで、契約期間は2年半。キャプテンに任命されセンターハーフの一角を担うも、不勝離脱し、シーズン終盤に復帰したがクラブは、 ガラタサライの後人を廃止リーグ2位でシーズンを終了した。ヨーロッパリーグではベスト4に進出したが、アトレティコで同大会に出場していたため、フェネルバフチェの選手として出場することはできなかった。引き続きキャプテンを務めた2013から14、シーズンは開幕直後から怪我を繰り返し、前半戦の出場は6試合に止まった。 しかし後半戦に復帰すると自身最多タイとなるシーズン6ゴールを挙げ、2010から11シーズン以来のリーグ優勝に貢献した。2014から15シーズンは26試合に出場し、前年と同じく6ゴールを記録。結果的にクラブはリーグ2位に終わったものの、 ライバルガラタサライを勝ち点差3で追っていた第32節のメルスイミドマンユルドゥセンでは後半アディショナルタイムに優勝の望みをつなぐミドルシュートを決めるなど要所で存在感を示した。シーズン終了後の2015年6月27日契約満了による対談が発表された。国内外の複数クラブからオファーを受ける中で国内移籍を望み、 2015から16シーズンより2年契約でイスタンブールバシャクシェヒル FK への加入が発表された。加入1年目のシーズンから首相としてチームを牽引しリーグ4位で欧州カップ戦への出場権獲得に貢献。2年目となった2016から17シーズンは背番号を長らく愛用してきた後に変更。前年に続き 校長を維持するチームの中心として活躍し、ウィンターブレイク前を無敗で乗り切り主位で折り返す。後半戦でベシクタシュに逆転されるものの、クラブは、史上最高位となる2位となり、クラブ史上初の UEFA、チャンピオンズリーグ出場権を獲得。自身も27試合に出場し、ン得点8、アシストと活躍し、チームの躍進を支えた。 加入3年目の2017から18シーズンも首相としてリーグ戦27試合に出場。最終節まで優勝を争ったがリーグ3位に終わり2年連続で寸前で優勝を逃した。2018から19シーズン前には冬季限りでの引退を検討していることを明言したがクラブは終盤に失速しがらたさらいの猛追を受ける。 勝者が優勝となる、第33節の首位ガラタサライとの直接対決で、先発出場しチームも先制するが、前半37分に負傷交代となる。その後逆転負けを喫し、3年連続で目前で優勝を逃した。2019年7月2日、前年限りでの引退を撤回し、フェネルバフチェへ1年契約で復帰。 2020年7月7日のゲンチュレルビルリー SK で同点弾を上げ、リーグ史上初めて4年代でゴールを記録した。シーズン終了後、現役引退を表明した。新善試合、ルーマニア戦2000年のノルウェー戦において、19歳後、ヶ月でトルコ代表デビュー。負傷の影響もあり、ユーロ2002は招集されなかったが、2002フィファ。 ワールドカップでは6試合出場し1ゴールを挙げ、チームの同大会3位という快挙に大きく貢献した。決勝トーナメント1回戦で対戦した日本戦は出場停止のため欠場している。2005年に行われたドイツ W 杯予選プレイオフのスイス戦ではアウェーのファーストレグを出場停止で欠場しチームも0から2で敗戦。 ホームでのセカンドレグに出場し1アシストを記録するなど4から2の勝利に貢献するのアウェーゴールの差で敗退となったこの試合後に相手選手とトラブルを起こし代表での公式戦6試合出場停止の処分を受けているユーロ2008予選ノルウェー戦でゴールを挙げるなどチームの本大会出場に貢献首相として出場した本大会でチームは ベスト4と躍進したが、自身は負傷のため初戦のポルトガル戦のみの出場となった。2007年から2019年まで、自身の先発する試合ではキャプテンを務める。2019年9月7日のアンドラ戦で、代表通算100試合出場を達成した。現役引退後は、フェネルバフチェ SK のスポーティングディレクターに就任。 2021年3月25日からはトップチームを暫定的に引いている。ありがとうございます。